こんにちは、アキトです。受験数学の第202回目で、今回は合同式ということで見ていきたいと思います。前回は余りに関して話をしましたが、その余りについて合同式という非常に便利なものがありますので、今回はこれに関して見ていこうと思います。まずはこの合同式というものはどういうものなのかということで、この定義から見ていこうと思うんですが、この合同式というものは A 合同 B もっと M みたいな感じで表すんですけど、まあ、合同というふうに言っているように3本線を使って表します。例えば図形において2つの三角形は合同ですよっていう時に同じように3本線を使って表したんですが、この合同式においても A 合同 B もっと M というふうな感じで表すんですけど、これをどういうふうに定義するのかというと、今 ABM は整数というふうにしていて、 A と B というものをこのもっと M の M で割った余りってものを考えます。 A と B を M で割った余り、これを考えてあげると2つの余りが得られるんですが、その2つの余りが等しいよと、こんなような記号として A 合同 B もっと M というふうに表して、これを合同式というふうな感じで定義をしてあげます。例えば例を挙げると、じゃあ1というものを考えてみたいと思うんですが、でそしてもっと3とかで考えることにしましょう。すなわちもっと3なので3で割った余りを考えますよと。1というものを3で割った余りは1というふうになっているので、ここに来れるのは3で割った余りが1となるような整数。例えば4というものは3で割った余りが1なので、1と4というものは両方とも3で割った余りが1に等しいので、1と4というものは合同ですよと。他には7っていうものも同じくもっと3において考えてあげているんですが、7っていうものを3で割った余りは1というふうになっているので、1と7は合同です。もちろん4と7も3で割った余りは両方とも1に等しいので、4と7も合同です。他には301というものも3で割った余りが1というふうになっているので合同だし、負の数の余りに関しては前回扱いましたが、例えばマイナス2とも合同というふうになります。マイナス2を3で割った余りを考える際には、じゃあ 3×-1 プラス1というふうに分解しますよと。余りにくるのがここなんですが、余りというものは0以上で、3で割った余りだったら0、1、2のいずれかが来るように変形しましょうねと。今回は0、1、2のうちの1というものが来ているので、マイナス2を3で割った余りは1なので、1とマイナス2は合同ですよと。他にはマイナス5というものも3で割った余りが1というふうになるので、これも合同というふうになります。すなわち合同式というものはこの例だと3で割った余りが1となるような、その整数全部合同というふうな感じで結びましょうねと、これが合同式というふうになって、他の見方をすると、じゃあこの1と7というものがあって、じゃあこの2つが合同ですよということなんですけど、これって6を足していいよと、1から6を足して7というふうに移ることができるんですが、それは3を2個分足しているよと。なので3で割った余りってものは結局変わらないよということで合同というふうになります。他の例を挙げると、じゃあここから7からマイナス2みたいな変化を考えてみたいと思うんですが、こういったものは結局3っていうものをマイナス3倍したものを加えているよと。すなわち3を3個分引いて、7から9を引いてマイナス2というふうに得られるんですが、3を整数個分加えたり引いたりして移っているので、結局3で割った余りは変わらないよと。つまり3の整数倍したものを足したり引いたりして移り合うことができるものっていうものを全部合同というふうな感じで結びましょうねと。これがこの例における合同式というふうになっていて、一般の形で書いたときに、じゃあ A と B というものがもっと M で合同ですよと。じゃあこれっていうものは、まあどっちからどっちでもいいんですけど、例えば B というものにM の整数倍を加えてあげるよと。じゃあそれを K みたいな感じで書いてあげて、 M っていうものを K 個分加えて A に移ることができるよ。そんなような K みたいなものは存在しているときに合同というふうに書けますよということですので、すなわち A 合同 B もっと M、 これはどういう意味かというと、 A というものは B と比べたときに結局 M を整数個分 K 個分加えたみたいな感じで書くことができるよと。合同ではなくイコールの形で表したときには、結局こういうふうに書けるよっていう意味が A 合同 B もっと M の意味というふうになります。つまりここの K にあたるのがいわゆる M で割った時の小にあたるような、そんな情報になるんですが、その K っていうものを無視して考えますよと。何で割ったものかっていうものと、あとはその余りだけ注目していて、小は無視して余りだけ注目して、まあイコールではないけれども合同みたいな感じで書きましょうねと。これが合同式というふうになります。では今定義した合同式の性質に関して見ていこうと思うんですが、今言った通り余りだけに注目しましょうねっていう記号がこの合同式ということなんですけど、じゃあこういうふうに表して何もメリットがなければ
ただ面倒くさい記号を増やしただけなんですが、これは非常に便利な記号というふうになっております。でどういった性質があるのかというと、じゃあ例えば A と B というものがモッド M で合同であって、じゃあ C と D というものがモッド M で合同ですよみたいな、例えばこんな合同式の関係があったとしましょう。でこの時に何が言えるのかというと、じゃあこの左辺の方、例えば足し算するよと、じゃあ A 足す C みたいなものをした時に右辺も足し算していいよと、すなわち A 足す C というものは B 足す D と合同ですよみたいな、実はこんな性質があります。でこれ足し算だけじゃなくて引き算もできて、 A-B っていうものは B-D と合同ですよと、まあ、これは複合同順というような意味なんですが、モッド M において、すなわち合同式において足し算とか引き算みたいなものを行うことができますよと、そういった性質があります。で足し算引き算だけじゃなくて実は掛け算もできるよみたいなことが言えるんですが、左辺の方掛け算して AC、 右辺の方掛け算して BD、AC と BD というものがモッド M で合同ですよと、すなわちこの合同式において掛け算みたいなものを行ってもいいよ、実はこんな性質があって、他にはこの丸3番では左の方だけ注目しますが、 A と B が合同ですよっていう時に、じゃあ N を自然数というふうにした時に A の N 乗と B の N 乗っていうものがモッド M で合同ですよみたいな、実はこんなことが言えるよと。要するに何とか乗、次乗とか三乗とか何か自然数乗するっていうのもこの合同式においてはやっていいですよと。あまりだけに注目するというような操作である合同式においても、普通の計算みたいな感じで足し算引き算掛け算とか何とか乗みたいなものを行っていいですよと、実はこんな性質があります。ではこのことの証明をしていこうと思うんですが、別にこれそんなに難しいことだったり特別なことを言っているわけではなく、合同式ってのは結局イコールでこういうふうな感じで表すことができるので、じゃあ今仮定として A と B がモッド M で合同ですよというふうに言っているんですが、これをイコールの形で表したときに A イコール B 足す KM みたいな感じで表すことができるし、 C と D が合同なので C イコール D プラス LM、 今 K と L ってものは整数というふうにしていますが、まあ、こういうふうに表すことができますよと。これをこの K とか L とかを無視して単にこういうふうに書きましょうねというのが合同式という記号であって、扱い慣れたイコールという形で書いてあげると結局こんなイコールが成立しますよと、これが結局合同式の意味というふうになりますので、じゃああとはこれを使って1とか2とかの性質を確かめていこうと思うんですが、じゃあ A 足す C というものはこれは普通にイコールで今 A がこうで C がこうなのでこの2つを足しましょうねと、じゃあ上足す下をすると B プラス D で、ここは M でくくることができ K プラス L の M というふうに書くことができるよと。A 足す C と B 足す D ってものがあって、それに何か整数倍の M みたいな感じになっているよと。 A 足す C っていうものはこれ B 足す C と比べたときに M を整数個分加えて移ることができるよと。それをこういうふうに書きましょうね、合同式で書きましょうねということですので、じゃあもっと M においてこの A 足す C と B 足す D は合同ですよと、すなわちこの合同式において足し算みたいなことができますよ、こういうことが分かりました。で引き算においても同様で、じゃあ引き算を行うと上引く下を行うので B-D、 ここも K-L の M というふうになるんですが、結局 A-C と B-D っていうものは結局 B-D の方に M を何か整数個分加えてあげればそうなりますよということですので、結局引き算においても A-C と B-D はもっと M で合同ですよと、こういうことがわかります。で同様にじゃあ ② 番に関して、じゃあ AC というものはまあ、この2つの積をしましょうねと、すなわち B プラス KM というものと D プラス LM というものがあって、この2つの掛け算を行いますよと。でこれ BD というものがあって、まあ、結局これ残り M でくくれますよというふうにまあただ言っているだけです。実際これ計算すると BD とあとは BLM というふうになっているので、じゃあ M でくくってあげると BL が残り、 KMD というふうになるので M でくくると KD というのが残り、KMLM の掛け算ですので KL と M1 個でくくってあげると M が1個残り、 KLM の括弧の M というふうになるんですが、いずれにしろ AC と BD っていうのを比べたときに BD に M を整数個分加えたら AC というふうになりますよと、こういうふうに書けるので、じゃあこれは合同式においてモッド M で合同ですよと、そういう意味ですので、結局 AC と BD が合同です、すなわち掛け算していいよみたいな、この丸2番の性質が示せました。で今度は丸3番に関してなんですが、この丸2番で、まあ、要するに掛け算していいよということですので、
じゃあ繰り返し掛け算を行ったのがこの N 乗ということですので、まあ、この丸2番から結局丸3番っていうのは言えます。今この A の N 乗っていうものは A×A×…×A と A を N 個掛けますよと。ただこの丸2番において合同式において掛け算していいよと。 A と B が合同だったらじゃあ A と B が合同ですよっていうもので掛け算するよと。すなわち A 合同 B っていうものと A 合同 B というものでこれ掛け算を行うと A×A と B×B が合同ですよと。この丸2番使ってあげて左辺掛け算して右辺掛け算していいよと。すなわち AA と BB が合同ですよ。そういうことが分かり、結局じゃあ A を繰り返しかけてあげても、まあ、この丸2番を繰り返し使ってあげるだけでじゃあ B を繰り返しかけたものと合同というふうになるよということが分かります。すなわちこれで A の N 乗と B の N 乗というものがもっと M において合同ですよと。すなわちこれで1から3の性質を確かめることができました。では今の合同式の性質の例を見たいと思うんですが、じゃあ今の性質の例としてじゃあ A 合同を例えばじゃあ100で B 合同を2、まあ、例えば両方ともモッド3とかにしましょう。モッド3において A が100と合同で B が2と合同というふうにしたいと思います。でこの時にまず AB がこんな感じですよというふうな条件があるんですが、これもうちょっと簡単な形に直すことができ、まず A ってものは1と合同ですよということが分かります。まあ、結局100を3で割った余りは1というふうになるのでモッド3において A ってものは1と合同ですよと。でさらに2っていうものは、まあ、要するにこれ B を3で割った余りは2ですよということなんですけど、この合同式において3を足したり引いたりそれを繰り返し足したり引いたりしても別にいいので、これ2っていうものはマイナス1というふうにしてあげた方が計算が楽になることが多いです。すなわち実際の余りではなく絶対値が小さくなるような感じで表してあげると便利なことが多いので、この B 合同2、すなわち B を3で割った余りは2であるよという条件も B 合同マイナス1というふうに変形して進めてみたいと思います。例えばこの性質からどんなことが言えるのかということなんですけど、じゃあ例えば 2A プラス B みたいなものをモッド3で考えてみたいと思います。 2A プラス B というものは今 A と1が合同ですよということですので、これ 2×1 とあとは B ってものはマイナス1と合同ですよというふうに言っているのでプラスのマイナス1、合同式においてこんな感じで変形することができるよと。モッド3においてこういうふうに計算できますよということなんですが、今最初の部分丸2番を使っていて、じゃあ A と1が合同だったら今 A と1が合同で、まあ、当然2と2っていうものは合同なので、じゃあこれを掛け算すると 2A と2というものが合同ですよと。でさらに B っていうものがマイナス1と合同ですよと。 B っていうものはマイナス1と合同なので、じゃあこれを足しましょうねと。2A と B ってものを足してあげると結局 2-1 というふうになりますよと、まあ、今の性質の丸2番掛け算していいよっていうのと丸1番足し算していいよと、そういう性質を使ったわけで、まあ、結局はこれも代入していいよということなんですが、 2×1 足すここマイナス1みたいな感じで AB のところに代入して計算できるよということなんですが、これをやってあげてこういうことが分かりますよと。でこれっていうものは 2-1 ですので1と、すなわちモッド3において 2A たす B っていうものは1と合同ですよ。すなわち 2A たす B を3で割った余りが1ですよということが分かったわけです。つまり条件として今 A を3で割った余りが1、 B を3で割った余りが2の時に 2A たす B を3で割った余りが1ですよということが分かったわけなんですが、例えばこれを普通に証明しようとした時に A を3で割った余りが1なので 3K たす1というふうに書けるよと、B っていうものを3で割った余りは2なので、じゃあ 3L プラス2というふうに書けるよと。じゃあ 2A 足す B というものを考えてあげたときに、これが 6K 足す2足す 3L プラス2ということで、3でくくったときに K 足す L でここ4なのでプラスの1で3でプラスの1というふうになるので、ああ余りが1だなみたいな感じでわかるんですが、結局この処理において K とか L みたいな小の部分は無視して計算することができますよと。要するにわざわざこんな感じでイコールで 3K とか 3N みたいな感じで書かなくても、合同式っていう非常に便利なものを使ってあげれば余りだけに注目してさらに計算までできますよということがわかるので、やっていることとしては結局これと全く同じことなんだけど、まあたかも代入するみたいな感じで計算することができ、非常に簡単な形で処理することができますよと。まあ、この証明においても結局同じことをやっていて、もちろんちゃんと証明においては小に当たるような K とか L とかっていうのを置いたわけなんですが、結局それを経由することによって合同式において足し算とか引き算とか掛け算とかあとは何とか乗みたいなことをやっていいよ、こういうことが分かったわけです。
他にももう少し例を見たいと思うんですが、他にはじゃあ A 事乗足す AB 足す B 事乗みたいな、こんなものを考えてみたいと思うんですが、じゃあ A 事乗において、まあ一応丸三番 A を2回かけるよと。これは1事乗と合同だし、プラスの AB、じゃあ AB ってものは1かけマイナス1と合同。これは丸二番を使っているよと。で、さらに足していいよってものが丸一番なんですが、こういうふうになり、プラスの B の事乗ってものはこれはマイナス1の事乗と合同ですよと。すなわち1引く1プラス1、すなわちこれは1。もっと3において A 事乗足す AB 足す B 事乗を3で割ったまでが1ですよということが分かったわけです。他にはじゃあ A の100乗足す B の100乗みたいな、例えばこんなものを考えてみたいと思うんですが、この丸3番において100乗だったらこっちを100乗していいよと。じゃあ A と1が合同だったら A の100乗と1の100乗ってものは合同で、B の100乗ってものはこれマイナス1の100乗と合同ですよと。すなわちこれ1足すマイナス1の偶数乗なので1と。すなわちもっと3において2と合同ですよと。A100 乗足す B の100乗ってものは3で割った余りが2ですよということが分かって、特にこのカッコ3番に関してはこれ 3K プラス1みたいな感じで表してそれの100乗と。B の方に関しては 3L プラス2というふうに表してそれの100乗みたいな感じで、こういうふうな感じで小を置いてイコールとして3で割った余りを計算していこうっていうのはかなり大変なんですが、この丸3番とかを使ってあげると、まあ、結局は代入するみたいな感じで計算することはできるよということですので、特にこの計算においてはこの余りだけに注目して計算ができるというこの合同式っていうものが非常に便利なものだってことがわかるんじゃないのかなというふうに思います。はい、ということで今回は受験数学の第202回目で合同式に関して見ていきました。ここから先余りに関する話だったり他の整数の話をしていこうと思います。今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。